高校生の滝沢でございます。毎年恒例のクリスマスソング特集、イエーイということで、今年は歌いすのクリスマスソングというオリジナル曲を皆様にお配りさせていただいております。で、まあ、今回のこの6本目の解説動画では、この動画を作るまでのパッケージみたいな、なんかこう作るまでの工程みたいな、そんな話をさせていただこうかなと思います。なんかこの編集ソフト何使っているのかとか、機材何使っているのかとか、どんな感じでその手順を進めているのかとか、なんかこういった動画を作りたいと思っている方にとっては、すげえ参考になる動画だと思いますので、ぜひ、盗めるところは盗んでくださいませ。僕もすげえ惜しげなく全てをさらけ出していこうかなと思います。とりあえず、この手の動画を作るときに、僕が何を考えていくかというと、まずコンセプトですよね、コンセプト。どんな動画にするのか、どんな曲にするのかっていう、まずコンセプトを決めます。メロディーからとか歌詞からとかじゃなくて、コンセプトからまず決めてしまう。で、今回のその動画のコンセプトは、そのメリークリスマスのサビだったわけです。歌詞とか何も覚えかんないです。コードとかも決まってないですし、メロディーとかも決まってないですし、本当にサビのメリークリスマスというあれだけがあったんです、サビ。で、これ、別に温めてたってわけじゃないんですけれども、去年の12月にウィンター・ワンダーランドのアレンジをしたとき、来年は何しようかなってちょっとその時に考えてて、ちょっともうこのサビだけはもうあったんです。で、そのオリジナル作ろうかなって去年からちょっと思ってたんですよ。なので、これだけはコンセプトとしても最初からありました。で、このサビに合うような B メロを考えて、A メロを考えてという感じでやっていくんですけれども、これがなかなか最初思い浮かばなくて、本当は当初の計画では11月の30日に MV を公開する予定だったんですよ、水曜日。11月の30日の水曜日に MV を公開する予定だったと。でも、全然曲が間に合わなくて、結局できなかったです。サビができた、で、B メロもある程度できてきた、でも A メロが全く思い浮かばないと、なんかすっげえ A メロ出せるんだけど、どうしたらいいかなっていう感じで、なかなかできなかったんです。で、なんだかんだ11月30日があって、翌日ですね、翌日、31日になるのかな、12月の1日ですね、12月の1日です、もう11月が終わって、木曜日、この日になんかいきなりこの A メロが降ってきて、あ、できたっていうふうになりました。A メロができたと。で、このワンコーラスができて、あ、なるほどね、こんな感じのパッケージが OKOK ということで、ここにその間奏があって、で、また A メロがあって、B メロがあって、そのサビが来て、で、ソロが出てきて、で、ちょっとこの落ちるサビがあって、落ちるサビがあって、で、サビがあって、で、アウトロがあって、で、ここはイントロがつくっていう感じのこの構成ですね。これがバンバッと、1日で全部決まったような感じです。で、この時にそのそれぞれのコード進行とメロディーが決まったと。でも、もちろん歌詞もできてないですし、ギターのフレーズ、ベースのフレーズ、ドラムのフレーズとかもできてないです。ざっくりこんな感じという構成とコードとメロディー、これだけが決まってたんです。で、そのまま、12月3日の土曜日に、僕が1人でドラムとベースとギターのレコーディングでスタジオに入りまして、そこでまあレコーディングをしたという感じです。で、お恥ずかしながら、このレコーディングの時にその歌詞とか何も決まってないですし、あとフレーズとかも何も決めずに、スタジオに入りました。全部でスタジオの予約は5時間取ってたんですけれども、5時間の間にちょっと楽器の練習をして、でそのままレコーディングというかそのセッティングをして、音を取って、でまたベースの準備をして、ちょっと練習して、音を取って、ギターの練習して、ちょっと音セッティングして、音を取ってという感じで、結構突貫工事でやったような感じです。その時にその、ね、フレーズとか、まあ、ギターソロとかもそうですね、ギターソロもその場で考えたので、ちょっと今考えると少し、ああ、こうしとけばというのもあるんですけれども、まあ、割と普通によくできたんじゃないかなと。思います。時間がなかった割には。ちょっとギターのいくつかのテイクが少し失敗してて、家に戻ってきてから、このパープルウィンド、ほとんどパープルウィンドで卓録、ライン撮りをするときもあったんですけれども、まあ、大体この12月3日の土曜日に終わらせたような感じです。まあ、こんな感じでコンセプトからスタートしてますよというお話でした。ちょっと機材についてお話をさせていただきましょう。機材。とりあえず僕は、DAW ソフトに関しては、キューベスを。使っております。キューベス。これ、こんなに歪んでたっけかな、こんなベコベコしましたっけ前。なんかすごい、なんか声歪んでる気がする。おかしいな。キューベスを使ってます。しかも6という、すごい古い、バージョンを使っております。iTunes とかもそうなんですけども、なんか iOS とか Windows とか、まあバージョンアップが嫌いなんですよ。そのアップデートが嫌いなんです。なんで、昔から、使い続けているキューベス6を未だに使ってます。で、プラグインとしては、バブスのゴールドというものを使っております。
結構いろいろプラグインが入っている便利なソフトだと思うんですけれども、正直使い方が全然わからなくて、とりあえずもう C4 めっちゃ使ってます。C4 と C 版めっちゃ使ってます。あと Q2 もめっちゃ使ってます。めっちゃじゃないか。各トラックに、まあ、この3つはもう必ず入っているレベルで、コンプかけまくりという感じです。で、Cubase 6付属の REV なんたらかんたらみたいな、なんかこうリバーブがあるんですよ。画面開くと、ここにそのなんかコンデンサーマイクみたいなのが出てくるような、なんかそういうプラグイン。このプラグインがすごい僕すごい好きなので、めっちゃこれを使っているような感じです。大体まあこの辺のラインナップで、やっているような感じです。で、マスタートラックにその L1 かなとかを突っ込んで、リミッターかけてという感じです。で、この Cubase 6と WAVS のゴールドで、そのある程度ミックスをした後に、使っているソフトとしては Adobe の Audition というソフトを使っております。これすげえマニアックなソフトなんですけれども、なんか僕めっちゃ便利だと思うんですよ。YouTube の動画も基本的にこの Audition を使っています。まあ、波形編集ソフトになるんですけれども、プラグインのマスタリング、違うな、スペシャルのカテゴリーが入っているんですわ。スペシャル。スペシャル。の中に入っている、マスタリングというプラグインがですね、これがなんかすげえ使いやすくて、すげえ適当に設定するとなんかこういい感じになったりとかするんですよ。リミッターっていう項目があって、そのリミッターの項目だけをいじるんですけれども、波形をバーッと見てて、ああ、まだまだ余白があるなっていうときは、結構がっつり 30% ぐらいで適用しちゃいます。このビデオカメラ、なんて言うんでしょう。普段 の, その YouTube 動画、僕の喋っているこの動画ですね。この動画も全部そのオーディションで一回その波形編集というか、その音圧をガッと上げているんですけれども、このビデオカメラの音声だったら毎回毎回 40% でかけちゃっています。結構がっつり圧縮しているような感じなんですけれども、このオーディションがまあすごく秀逸という感じです。で、まあ、こういったミックスに関しても、一回ここで書き出したものを2ミックスに仕上げて、まあ、MR 処理というのをしたりとかするんですけども、今回は元から十分音圧があったので、MR 処理はしないです。そのままオーディションに突っ込んでしまって、リミッターを 5% で2回ぐらいかけたのかな。5%、5% で2回、マスタリングのリミッターというプラグインをかましているような感じです。こんな感じです、ソフトウェアに関しては。まあ、大体 Cubase と WAVS で何とかしたような感じですね。オーディションはなくてもいいんですけれども。僕はクリエイティブ会員で、まあ、せっかく Adobe 製品が使えるので、まあ、そんなのも使っている感じです。最近ちょっとこの流行っている、なんだっけかな、こんな感じの、なんか読み方がわかんないんですけども、なんかウェブサイトでこういうマスタリングができるサイトがあったりとかするんですよ。こういうのを使ってみるのもまた面白いかもしれないですね。一応いくつか試してみて、自分としてはそのオーディションの使い勝手がいいなと思って、このサービスは使ったいんですけれども、オーディションを持っていない方はマスタリングに困ったら、こういったサイトを使ってみるのが面白いかと思います。ローレゾの 192kbps の MP3 だったら無料で書き出せるので、こういったものも大いに利用してみると良いでしょう。ではでは、ソフトウェアはそんな感じにしまして、機材の方に行きましょうか。まず、オーディオインターフェースは UR242 を使っています。で、コンデンサマイクは B2 Pro、ベリンガーのすごい安いマイクですね。あとは、アーカーゲーの C414。なんか、ここだけすげえ良いマイクになっています。で、ギターアンプとベースアンプとドラムに関しては、そのスタジオに置いてあったやつをそのまま使ったって感じなので、ちょっと何を使ったかは覚えてないという感じです。その辺はこだわりが全くないので。まあ、家で卓録した分に関しては、パープルウィンドというホットンのアンプを使っております。ホットン。そうですね。でまあ、実物見てみると、こんなんですね。オーディオインターフェース。スタインバーグの UR242。一応4チャンネル取れるんですけれども、この背面のこのジャックを使うのがちょっと面倒くさいので、まあ、基本的に2本で取っています。ドラムはスタジオでお借りした SM58 を2本、ドラムの前にこうガッと、まあ、これがドラムだったとしたら、こうドラムに向かってこんな感じでマイクを立てて、2本で取っています。で、ベースに関しても、ギターに関しても、SM58 をそのアンプにこうくっつけた状態にして、音を取っていると。で、そうですね。あ、今回 B2 Pro 使ってないですね。これ使ってないです。いつも歌いそう動画のときはこれ使うんですけども、今回はこれ使ってないです。C414 で歌も撮ってる感じですね。歌を撮って、で、他は全部58です。SM58 で楽器を撮っている。そんな感じです。ベリンガーの B2 Pro は使ってないです。まあ、実際マイクとしては、まあ、こういうやつなんですけども、まあ、ちょっとアフタービートから持参
絶賛仮パクというか、ずっとお借りしっぱなしになっちゃってるんですけど、こんなのを使ったりとかしております。で、よいしょよいしょよいしょ。ヘッドホンとかは、このソニーの赤帯って呼ばれる MDR-CD900ST というものが、まあ、スタンダードとされているんですけれども、これって別に音がいいとかそういうわけではないんですが、なんかそうスタンダードだから使われているという感じなんですよ。まあ、一応僕もこれ持っているんですけれども、これと併用して使っているのはこちらですね。シュアの、これ機種名書いてないかな。なんか SE215 って書いてあります。SE215。これがそのヘッドホンの機種名なのかな。1万円ちょっとぐらいして、ちょっと高いヘッドホンなんですけれども、まあ、密閉型のヘッドホンですね。ドラムレコーディングするときとか、これでやると、鎌が、クリックが余裕、めっちゃ入るんですよ。歌い室の CD 作るときに、ね、これですげえ苦労したんですけれども、これでギターのレコーディングとか、ドラムのレコーディングとかすると、カッ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 っていうクリックがめっちゃ入ります。なので、クリックが入りそうなトラックに関しては、これを使うって感じですね。これ、付け心地が僕の中ではすげえ最悪に近いので、なんか付けるのもすごい時間かかりますし、あんまり使いたくないんですけれども、まあ、使わなきゃいけないときはこれを使って、これを使わなくてもいいときはこっちでレコーディングをするという感じです。やっぱりこのヘッドホンの方が楽です。この密閉型のイヤホンは、僕はちょっと好みじゃない、好みじゃないです。すごいなんか付け心地がうーってなる感じです。で、つけるのもちょっと面倒くさいって感じなので、ちょっと僕は苦手って感じですね。そんな感じですかね、機材に関しては。パソコンがあって、で、UR、242があって、インターフェースですね。で、ここにマイクとして、その SM58 だったりとか、414だったりとかっていう感じです。ちょっとついでにパソコンも紹介させていただきますと、こちらですね。今年の2016年夏に買ったばかりのパソコンという感じです。このパソコンは3万5000円ぐらいで買っている安いパソコンなんですよね。科学 .com とヒューレット・パッカードのなんかこう限定モデルみたいな、なんかそんな感じで売っているのを科学 .com で見つけて買ったような感じです。3万5000円とか多分そのぐらいです。で、買ってきて、メモリを16GB、8GB、8GB のメモリを買ってきて、16GB に増設して、で、あと、SSD を突っ込んでます。もともとは、ね、512GB ぐらいの HDD が入ってたんですけれども、ちょっと HDD だとちょっとあれだなと思って、SSD を、クローンコピーして突っ込んでおります。そしたらすごい、めちゃめちゃ速くなっちゃって、本当にね、起動するまでに16秒ぐらいしかかからないような、すげえ最速マシンみたいな感じになって、すげえびっくりって感じです。ちょっとお金をかけてはいるんですけど、もともとは安いパソコンって感じです。夏にパソコンが壊れちゃったので、まあ、新しく買ってって感じですね。で、このパソコンにこのインターフェースとかをつなげて、レコーディングをしていたという感じでございます。機材に関してはそんなところです。はい。どうでしたでしょうか。参考になりましたでしょうか。まあ、これが音声に関してですね。音声に関してです。これでミックスをして、マスタリングをして、まあ、とりあえずトラックはできたと。いや、トラックできてないな。できてないですわ。まだ12月3日にあれをしたばかりだ。レコーディングをしただけだ。で、その後、12月の何日だっけ ?12 月6日ですね。12月6日に、石川さんとその歌い室のリハーサルがあったので、まあ、この時にそのボーカルのレコーディングをしてという感じです。で、その後、12月6日の火曜日に、歌い室のリハーサルがあったので、まあ、その時に石川さんも、ね、ボーカルをレコーディングしてという感じですね。で、その素材を持ち帰って、まあ、家でこのミックスをし直して、完成、トラックは完成という感じになっておりました。で、その次、翌日、12月7日、翌日ですね。翌日に、その撮影をすると。自分の、ね、知り合いのカフェに行って、ちょっと場所を貸してもらって撮影をしていたというような感じでございます。ちょっとこれもソフト面からいってみましょうか、撮影。動画編集に関して、僕は、ベガスプロというソフトを使っています。ベガスプロ12かなというのを使っています。一応、クリエイティブクラウド会員なので、プレミアも使えるんですけれども、使える状態にはあるんですけれども、使い方が全然わからなくて、何回か使えるようになろうと頑張ったことはあるんですけれども、使い方が全然わからなくて、ちょっとこうね、もういいわっつって、なんかこう、やめちゃって。いまだにそのベガスを使っているような感じです。昔からそのベガスムービースタジオというソフトだった頃からずっとソニー製品を使っているので、やっぱめっちゃ慣れているんですよね。
慣れてるんです、慣れてるんです。なので、まあ、プレミアに行きたい気持ちもすげえあるんですけれども、いまだにベガスプロなんていうソフトを使っています。別に悪いわけじゃないんですけれども、ちょっと標準ではないって感じですよね。で、ほかに今回使っていたのは、プレミアもちょっとだけ使いました。プレミア。バージョンはちょっとわかんないですけど、まあ、最新バージョンのプレミアです。なんでかっていうと、MV の中で、この早送りになる部分があるんですよ。2回目のサビの後半とかかな。その僕がそのスタントの格好で横切ったりとか、袋を振り回しているとかでシーンで、ちょっとこの早送りになっているところがあるんですけども、ベガスプロでそのタイムストレッチ、その早送りの状態にして動画を書き出したら、すごいブレが出ちゃったんですよね。そのフレームレートが合ってないのかわからないんですけれども、なんかこう一時停止してみると、なんか僕のサンタの映像が残像になって2人、もしくは3人いるみたいな、なんかそんな感じの映像になっちゃったんです。普通にこう、ね、書き出した動画をこうバーッと見たときに、なんかすげえブレブレになってるなと、おかしいなと思って、ちょっと一時停止をしてみたら、まあ、そんな状態になってたと。で、これいろいろこう試してみたんですけれども、ベガスプロのそのタイムストレッチ機能がちょっと貧弱なので、そうなってるっぽいっていう結論に至ったんですよ。なので、その早送りしている箇所だけちょっとまた別で動画を用意して、プレミアムに突っ込んで、で、プレミアムの方でそのタイムストレッチ、その早送りする処理ですね。ある程度長さがある動画をこのググッと縮めて、早送りの状態にして書き出しをして、そこからまたベガスプロに突っ込むという感じの、ちょっと面倒くさい手順を踏んでおります。まあ、そう考えると、やっぱりベガスプロじゃなくてプレミアを使うべきなのかなって思うときもすげえあるんですけど、まあ、そんなのもあったりとかしたような感じです。動画編集ソフトに関しては、まあ、これだけですね。ベガスプロ。もうちょっとかいつまんで、かいつまんでじゃないか。もうちょっと話をさせていただきますと、サンタがこう出現するシーンがあるじゃないですか。そのわーっつってこう光に包まれて。サンタ出現シーンを別のプロジェクトで作って、で、基本のテイクを選別して、その MV っぽく仕上げているプロジェクトを作ってと。で、サンタ出現はもちろんこの中にネスト、突っ込んでおります。で、この MV の動画をまたさらに、マスターとして、また新しいプロジェクトに突っ込んで、加工しているような感じです。3体出現シーンをまず作って、この MV の中に突っ込んで、で、この中にもその、ね、色合いを変えたりとかいろいろやってるんですけれども、またさらにマスタートラックに突っ込んで、このトラックに歌詞をつけたりとか、あとまたちょっと新たにその画像のエフェクトをかけたりとか、ちょっと明るさを調整したりとかしているような感じです。こんな感じで毎回毎回作っているということでございました。ベガスもね、なんか慣れてるからすげえ使いやすいんですけどね、ちょっとどうしようかなって思うところですよ、ほんまに。で、撮影に関して、撮影に入る前にそのざっくり、なんかこういう絵コンテを書くんです。まあ、ちょっと一部見てみると、まあ、こんなんですね。どこでどういう映像を使うかとか、そのね、どういうカットを撮るかみたいなのも、ある程度その計画を練っておくわけですよ。そうしないと、その、なんて言うんでしょう、編集するときに大変。なので、ある程度この素材を用意しよう、この素材を用意しよう、こんな感じにしよう、この映像のときはこの映像を使おうみたいな感じです。このテイクアウトだらかったらという感じです。ある程度、ざっくりとでもいいから書いておくと。前に公開した星野源さんカバーの恋のときは、もっとこれが10枚ぐらいある勢いでそのバンバンと綿密に計画されていたんですけれども、まあ、今回ざっくりとそのこのカットを撮ろうとか、まあ、こんな感じにしようという感じで、これが5枚ぐらいかな、あるぐらいで、結構ざっくりとした絵コンテで。今回は望んだような感じです。で、使っている機材としては、とりあえず、まあ、メインのカメラですね。カメラはこちら、ソニーの α6000 というカメラを使っております。今、これを撮っているのは、ソニーの HDR-CX590 かな。HDR-CX590 っていう、まあ、4年、5年前ぐらいに買ったちょっと古いビデオカメラという感じですね。で、これはソニーの α6000。前、NEX という機種も使っていたんですけども、やっぱり α6000 の方が全然画質がいいので、ちょっと友達の α6000 も、ね、ちょっと使わせてもらって、あ、もうこれ買おうっつって、今年の夏ぐらいですかね、に買ったようなカメラです。普通にめっちゃいい映像が撮れます。一応、標準のズームレンズがくっついているんですけども、まあ、この状態で撮っています。で、基本的に撮りのときにはこのプレミアムお任せモードみたいなのにして、このピクチャーエフェクトっていうなんかプラグインみたいなのがあるんですよ。これをこのレトロフォトっていう、なんかその設定があるんですが、レトロフォトっていうものにして、
今回の映像は全部撮っているような感じです。α6000、まあ、普通にめっちゃいいカメラです。でも少し今、物欲が置いて、70D を今買おうかなと思っているんですけれども、ちょっとどうしようかなと悩んでいるところです。他何かあるかな、機材に関して。撮影機材とかはそんなでもないですよね。他にも細かいものとしては、こういうスピーカーとかですかね。これはソニーの SRS-X11 という Bluetooth スピーカーなんですけれども、当て振りのときにこういうのがあるとすげえ便利なんです。持ち運びできるし、すぐ移動できるじゃないですか。なんかいちいちこのスピーカーを移動させてとか、なんかね、キャビネットを移動させてとか、そういうのすげえめんどくさいんで、ポンと持っていって、あっち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 っていう感じでやっていくと、こういうスピーカーがめちゃめちゃ重宝します。Bluetooth にミックスした音源を入れておいて、もう Bluetooth 接続したらそのままこう鳴らせるわけですよ。こんな感じで。しかもこれ、結構音が大きい。やろうと思えば結構な音量まで出すことができるんです。なんでその、ね、ギターの演奏とかにも、ね、結構負けないぐらい音量出したりとかしてくれますし、当て振りの時にめちゃめちゃこれが活用できているような感じでございます。で、まあ、こういうのは普通にホームセンターに売っているようなあれなんで、特に紹介するあれじゃないかもしれないですけども、今回撮影したカフェって照明が基本的に暖色なんですよ。ちょっとこの黄色がかっているというか、その白熱球の色といいますか、暖色なんですよ。この白系でいくのか、今は白系ですけれども、白系でいくのか、それとも暖色系でいくのかっていうのが、すごいこの動画を作る上で超大事なポイントになっておりまして、なんて言うんでしょう。自分で言うのもなんですけれども、MV の動画の中の肌ってすごいこう綺麗に見えると思うんですよ。α6000 のカメラが、ね、すごいいいというのもあるんですけれども、結構暖色によるところが多くて、その人の顔に暖色を当てて、でそのちょっとこの黄色っぽい感じの映像にして、でその動画編集ソフトの方でその黄色をちょっと抜くような感じにすると、なんか肌ツヤがめっちゃ良くなるというような効果があるんですよね。なので、まあ、もし皆さんもそういうのを撮影する機会があったら、ちょっと暖色で撮影をすると良いかもしれません。まあ、こういうレッスン動画に関しては、ね、別にその肌ツヤを、ね、きれいに出したりとか、そのなんかおしゃれにする必要はないので、別にこの白で今照明を当ててますけれども、暖色をうまく使うというのが一つのポイントという感じですね。で、当日の撮影はこういうのが3個ぐらい、あ、2個かな。2個あって、これとも1個あって、カメラの三脚とかに取り付けたりとか、なんか壁に取り付けたりとかして、その次にこう自分らにこの照明を当てながら撮影したような感じです。一応、LED の照明とかもあるんですけれども、一応、こんな感じの LED 照明とかもあるんですけれども、いろいろ試してみたんだけれども、これ明るすぎて使えねえということで、今回はこれは使いませんでした。これちょっとカフェで使うには明るすぎました。すごいビカッつって、最弱にしてもすごい光量になってしまうので、これいけねえなという感じで、これは使っておりませんけれども、こういうのもあったりとかしました。ちなみにこれは、ヨンヌオというメーカーのYN600L という LED 照明でございます。ちょっと2万円くらいかな、1万円ちょっとかな、するんですけども、まあ、一応こういうのも あともう1つあって、2つ持っているよということでございます。はい、そんな感じです。てなわけで、今回 その動画の流れをほぼすべてお話をさせていただきました。どうでしたでしょうか。まあ、普通にそのコンセプト、そのサビがあって、その曲を作ってと、まあ、やっぱ曲を作るところからスタートって感じですよね。コード進行があって、メロディーがあって、で、レコーディングに入って、その場でフレーズを作って、レコーディングをして、で、また違う日に石川さんがボーカルの取りをして、で、そこからまあミックス作業をして、キューベースとか、プレミアじゃないや、キューベースとか、ワブスとか、あとオーディションとかを使って音を作ってと。で、その後にその撮影をしてと、α6000 を使ってビデオ撮影をして、照明とかも使って撮影をして、でその後に Vegas Pro とかプレミアとかを使って、まあ、動画編集をしてって感じですね。で、サムネイルとかに関してはイラストレーターとか使ったりとかしてますけれども、そんな感じでございます。まあ、いろいろやっておりますということです。いろいろやっております。本当に、ね、参考になるところがあればいいんですけれども、まあ、そんな感じでやってますということでございました。すげえ長くなってしまいましたけれども、そんな感じでこの動画を終わりにしようかなと思います。それでは、この動画中に何度も言いましたけれども、弾いてみた動画とか、歌ってみた動画とか、あとバンドで演奏してみた動画とかね、すごい嬉しいので、よかったらそういうのもやってみていただけると嬉しいなという感じでございます。ぜひ、そういうのを作ったら、ツイートとかで教えてくださいませ。こっそり見に行きますので、よろしくお願いしますということです。それでは、いろいろ長い動画になりましたけれども、今回のクリスマス動画はここで終わりでございます。また違う動画でお会いしましょう。さよなら。
知っててワクワクしちゃう。